こんにちは、フィフィです。中国政府がゼロコロナを緩和する方向で動いていることから、中国経済が回復するなんて記事を見かけますが、そんなことはありません。まず中国全土に拡大した抗議でもあれ別にゼロコロナ政策に反対するためだけのデモではないんです。 中国の人民は経済悪化に対する積もり積もった不満が爆発して抗議デモをしているんです。カタールで開催されているサッカーワールドカップをテレビで見た人民たちは観客が誰もマスクをしていないのを見てなんで中国だけがこんな厳しいゼロコロナ政策をしているんだと怒りがこみ上げたわけです。 まあ確かにそうしたことがきっかけで大規模な抗議デモが起きたんですがゼロコロナを緩和したところで中国人民の生活が良くなるわけではありません中国人民の多くは習近平国家主席の第三期続投が決定した時から絶望に突き落とされたんですなぜかというと習近平自身が中国を衰退させる政策を推し進めているからなんです 中国がかつてのように大きく経済成長することはもうありません。あと中国政府はゼロコロナを緩和するとは言っていますが、引き続き多くの人民に対して隔離は義務付けていく方針なんです。これまでは新型コロナの陽性の可能性がある人や接触者などは無理やりにでも隔離施設に連れて行かれて隔離されたんですが、 これを隔離施設ではなく、これからは自宅隔離に変更したといいます。また、これまでは感染者が一人出ただけで地域全体をロックダウンしていましたが、これも新たな隔離方針では感染者の出た建物のみの封鎖に限定しました。まあ、つまり、建物ごと封鎖されるということなので、厳しいコロナ政策には変わりないんですね。 また、隔離された場合は食料が当局から支給されるという話も当初あったのに、実際には十分に食べ物が支給されないケースも少なくなくて、もう餓死者も出しているんです。しかも中国政府はゼロコロナを悪用しています。抗議デモが発生するような地域では、ゼロコロナを悪用して、お前たちは新型コロナの陽性者だと取り締まったりもするんです。 実際に中国ではゼロコロナ政策に対してだけではなくて以前から経済悪化に対しての不満でたびたび人々が抗議デモをしていました例えば今年に入ってから銀行から預金が出せないようなことがいくつかの地域では起きていて人民が銀行に詰めかけて抗議をしたり また、デフォルトした不動産開発会社に対して説明しろうと会社の前に詰めかけたり、部屋を引き渡せないならもう住宅ローンは払わないと抗議したり、まあ、こんなことは何度も起きていたんです。ただ、その度に警察が来ては、ゼロコロナ政策に違反していると取り締まったり、コロナの陽性者だと、まあ、適当なことを言って参加者を隔離施設に連行していったりしたんですね。 つい最近もデフォルトした中国の大手不動産開発会社の恒大集団にお金を返してほしいと訴えて抗議行動に出ようとした人々が警察官に取り囲まれてデモが妨害されたという報道がありました恒大集団の会社が販売した金融商品を購入した人たちが各地で恒大集団などに滞っている元本や利息の支払いを求めて抗議しているんです 返還を求める女性はお金を返して欲しいだけなのに、もうこんなに多くの警官に囲まれてすごく不安です。もう何の法律違反もしていないのにと話していました。女性は深圳にある恒大集団の事務所に行って直接訴えようとしたんですが、そこに着くまでに最寄りの駅で待っていた私服や制服の警官たちに囲まれてしまったんです。 警察官はしつこく身分証の提示を求めたりして、女性が恒大集団の事務所に行くのを妨害していたんですね。恒大集団は中国の不動産会社で1位の会社でした。中国政府が不動産バブルの崩壊を緩やかにするために、昨年融資の引き締め政策を取ったことで、急速に資金繰りが悪化して、 去年の秋、日本円で32兆円という巨額の負債を抱えて、景気期に陥ったんです。広大集団は今年の夏に予定していた再建計画の発表も見送りにしています。あと、今後の収益の柱と位置づける電気自動車事業も、天津市の工場の従業員を6割削減すると伝えられるなど、再建の目処は立っていません。 というか突然不動産開発会社がメインの事業を転換して電気自動車事業をメインに始めることなんてまあそんなことはできないんですよね。実際につい最近広大集団が電気自動車の生産を停止したという報道もありました。こうしたニュースは日本で大々的に報じられていないんですね。 北京市郊外にある商業施設の1階にある恒大集団の自動車ブランドの店舗は昼間にもかかわらず明かりがついていなくてお客さんの姿もないそうです。まあ要するに新しく電気自動車事業を始めて会社を立て直すので大丈夫だよとごまかしているだけなんです。投資家たちを騙そうとしているんですよね。実際には恒大集団はもうすでにデフォルトしていますし 会社を建て直すことはできないということ。だからマンション工事も再開できていないし、物件を買った人たちのローンも戻ってこないんです。ちなみに高大集団をめぐっては、やばい噂も出てきたんです。なんと会社の創業者で会長でもある人物が建物から飛び降りたという話が中国で出回っているんです。 広大集団側、まだ生きてるよという意味で、その会長の肉声をわざわざ公開するなど、引消しに追われました。ただ真相はわかりません。広大集団に関しては、当初はあまりに巨大企業ということもあって、中国政府が潰すに潰せず救済するとの見方がありました。というか、中国はここまで大きな規模の会社や国営企業の経営が傾くと、 これまでなら政府が救済してきたんですね。まあ、中国共産党の人間が多く関わっていたりもするんで。でも中国はすでに不動産バブルが弾けていますから、恒大集団の他にも大手の不動産開発会社が次々とデフォルトしています。 つまり他の会社も救済しなきゃいけなくなるけど、もう中国政府にそんな余裕はないっていうことなんです。だからとにかく中国政府は救済するのではなくて、人々の不満を抑え込むために、この広大集団の会長の首根っこを捕まえて追い詰めていっているわけです。 恒大集団がここまで大きな負債を抱えてデフォルトしたのは中国政府が一緒になってもう全国各地に無駄に大規模なプロジェクトを展開したせいでもあるのに彼一人にだけ罪を被せているわけですちなみにこの恒大集団の会長は2017年度に個人資産が中国で1位にもなったもうとんでもないお金持ちなんですね ま、その会長が自ら命を絶ったのではないかと中国では今噂が立っているんです。ちなみにこうして会社のトップを捕まえて犯罪者としても全ての責任を被せるやり方はこれまでも中国政府がやってきたことです。広大集団の会長は自分のこうした運命が見えていて絶望したのは間違いないでしょう。ちなみに12月3日、広大集団の会長の 約120億円の価値がある香港のお家が中国の銀行に抑えられたと報じられています、まあ、まるでゼロコロナ政策だけが中国経済の悪化のように日本では報じられていますがそれ以前に中国ではずいぶん前から不動産市場が低迷していて経済が急速に悪化していたんです 本来はそうした中国人民の不満の根源にスポットを当てて中国の現状を解説するべきなんですちなみに中国政府は中国のグローバル企業にまで成長した大手 IT 企業への締め付けも強化しています習近平主席に対して反抗的だとか生意気だという理由で締め付けられてもいるんですがこうした企業は顧客データを大量に持っていて これが海外に進出して海外の株式市場に上場することで情報がアメリカなどに漏れてしまうことを中国政府は恐れているんですね。だから自ら自国の IT 企業を締め付けて海外進出の邪魔をしているわけです。ただ中国の IT 企業はアメリカからも規制をかけられて苦しい状況にあります。中国政府からも そしてアメリカの政府からも圧力をかけられて、業績が急速に悪化しているんです。例えば中国のアプリ TikTok ですが、アメリカ政府が排除する方向で動いています。TikTok が市民を監視する中国共産党のスパイベアだとして、アプリをダウンロードできないようにアメリカ政府が動いているんですね。また中国を代表する 通信機器メーカーであるファーウェイもアメリカから締め出されました。それによって一気に業績が悪化したんです。今年の秋にファーウェイの内部文書が流出して、そこにあった会長の言葉が大変印象的でした。今後はファーウェイにとって厳しくなるだろう。生きるか死ぬかの苦しい時期で、それを乗り越えられるかわからない。ただ生き延びるためだけに頑張るしかない。 従業員はそれを意識するようにとこのようなことが書かれていたんですファーウェイといえば中国を代表する企業でまそのような会社がこうしたことを言っているんですまさに今の中国経済の状態について言っているような言葉ですよね滅びゆく中国経済は今後 ただ生き延びることだけを考えて頑張らなきゃいけないんだと。それを中国人民が自覚しなきゃいけない時期なのかもしれません。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。